Have you ever walked a high pass? Watched the northern lights flash? Took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy? Gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed is slowly gonna be the death of you. Have you ever はい、というわけで今日から韓国2泊3日の旅でございます。イエイイエイ。本日のゲストご紹介したいと思います。本日のゲストはじゃーん、グレ・ミナミさんでございます。そしてサキちゃんでございます。この3人で初めて韓国2泊3日楽しんでいきたいと思います。ちょっと明日が雨っぽいんですけど、本日は晴れっていうことなので無事着いて、今日は買い物できる分はしまくって。大丈夫、私がこれいるんで晴れますよ。そうだよね、うんうん、頼む。せめて曇りだよね、うん、大丈夫大丈夫。雨女と晴れ女で頑張って、いいシムを今回は失敗しないように先にも、まあ、3人でね、うん、教えてもらいながら登録しております。だから多分さきちゃんにめちゃくちゃお世話になると思うので、はい、とりあえず気をつけていきたいと思います。ソイラテ、スイートミルクコーヒー、ホット、カモミールティー。カモミールティーです。 OK、 じゃあ行ってきます。とりあえず天気が良かったです。めちゃめちゃ天気。今日はね、めっちゃ暑い。エクスは恋のことしようなエクスはね、ホテルの近くにするんだったら初ここから高速バスです。何気に彼女だけは乗ったことあるらしいです。なのでそそくさと行っております。 YouTube 撮ってる。急に YouTube 撮り始めたな。はい、というわけで韓国に着きまして、ただいま高速バスで、ミョンドンの方に今回泊まるので移動をしに行きたいと思っております。私今まで結構本当に瑞希にお世話になってばっかりだったので、もうすぐに最近だったらもう空港からカカオタクシーでの移動ばっかりだったんですけど、高速バスは初めてかも。電車っていうのかな、での移動はよくしてたんですけど、高速バスは初めてで、もう今回はみなみちゃんとさきちゃんにお世話になっていこうと思ってます。ちなみにみずきも、夜とかには合流少しだけ、ね、できそうみたいなので、一緒にご飯は食べたいなって思っております。はい、とりあえずもうすぐ高速バスが来そうなので、乗って、ホテルに一旦荷物を置いてからいろいろ出回りたいと思います。到着しました、ホテル。結構いい感じ、3人でも十分なお
部屋でございます。ということでお着替えが終わりました。明洞餃子、明洞餃子に行きたいと思います。ここ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 これがカルブクス、カルブクス、カルブクス、マンドゥ、明洞餃子を爆速で食べました。15分でなんとお腹空きすぎてみんなで食べました。で一気に食べて今からはソンスに移動します。移動します。やっとお買い物です。お買い物楽しみ楽しみます。イエイエイ。迷子にならないように、迷子にならないように。なんかカタカナでネバマクとプルレドだけどこの字を書くらしいのカフェにやってきました。みなみちゃんが前回の韓国の時からずっとずっと行きたかった韓国カフェということで連れてきてもらいました。私もやっと行けて3階建てのカフェで、すごいなんかめっちゃいいね。こう自然緑もこう外ありつつ、なんかシックな感じで落ち着くし、階によってちょっとイメージが違うから、まあでもどう全部シックなんだけどいい感じです。なかなかこんな落ち着いてカフェタイムできる場所ないじゃん。ソンスとかもそうね、人多いもんね。そう、あの確かにめっちゃゆっくり落ち着いてる気がする。だからめっちゃこうゆっくりのんびり韓国で過ごしたいなって方はおすすめだと思います。ソンス駅から徒歩20分で高尾タクシー駅からすぐ使うと本当に5分、え10分もかかってないか、うん、5分ぐらいぐらいで着いた気がする。そう、4番出口です。あの無事ミョンドンからあの南と2人で引っ張ってくれるサキちゃんがねリップアウト中ってことなので、2人であの迷子にならないようにこうやって手つないで、うん、こうやって合ってる合ってるよ合ってる合ってるって言いながら無事たどり着きました。この後みずきととりあえず合流して、さきちゃんもリップアウト終わり次第合流して買い物してご飯を食べにまた行きます。はい、来ました。ありがとうございます。安心安心した。もうこれで安心大丈夫だね。うちここまで来れたすごいやっとなったのが終わったね。はい、合流したのであとはさきちゃん待ちます。で近くのお店ぐるぐる回って、はい、ちょっとお買い物に今から集中します。はい、買い物行ってきます。欲しくなっちゃう、こんな油汗。サングラスをゲットしました。かわいい。次はモノハっていうお店に行きます。また来ました。こちら OK。 じゃあ木の橋あります。木の橋あります。
はようございます。2日目です本日は朝からアーティストベーカリーっていう塩パン屋さんに今向かっているところです。間に合って多分ないかな、私多分私ギリギリ間に合ってないんですけど、この時間に出るよっていう時間で10分15分ぐらい、はい、遅れが出ておりますすいません、大変申し訳ございません。遅延です、すいません。ひなじこしちゃってる、ごめんなさい。はい、どうにか取り戻します、この後頑張ります。4時夕方ぐらいから今日は雨が降りそうなんで、なんかそれまでにいろいろちょっとこう回ったりとかして楽しみたいなと思っております。はい、じゃあとりあえずアーティストベーカリー向かいます。はい、というわけで現代ソウルでフォルニアのバック、ポップアップ行われているところに行ったりとか、地下2階でお洋服見たりお買い物したりしてました。かわいいかわいい、うちの天ちゃんにもお土産が買えたので大満足です。ちょっと天気が怪しくなってきたのでどうしようかなって感じだったんですけど、昨日ソンスに行ってまだちょっと見れてないお店もいくつかあったので一旦今からカカオタクシーで移動してるんですけど、ソンスに向かってます。あ、ちょっとそこら辺でいろいろ小物系かなをみんなで探してね、探す行きたいと思います。ちなみに、せっかくの2泊3日の旅なのでもったいないということで簡単なお着替えをみんなしました。はい、はい、それでちょっといろいろファッションも楽しみたいなってことで、じゃあ次向かいます。ありがとう、合ってるか分かんない。おいしそう、ありがとう。冷麺食べに来ました。さっき冷麺を食べまして、ただいまクジョンのカフェにやってきました。水木大先生とも合流いたしました。とりあえず雨がちょっと降ってるのでここで時間を潰したいと思います。美味しいです。
はい、ロークラシックでお買い物終わって、今から私だけ、眉毛アートのリタッチに、行ってきます。なのでちょっとそれ行って後でみんなと合流したいなと思います。はい、じゃあまたちょっと太くなるのでこれから行ってきたいと思います。はい、はい、かんぱーい。はい、混ぜ混ぜしてください。しっかり混ぜて混ぜると美味しいです。めっちゃ美味しそう、やばい。結構ね、味が多分しっかりついとうけん、臭くなければ食べる。全然ここのね、めちゃめちゃ新鮮すぎて、このひなちゃん、ひなちゃんいい感じ混ざりました。今日もね、このチゲも美味しいとって。うん、いける？ごま油みたいな感じだから美味しい。そう、うまくない？もうこれおかわりしたいぐらい好き。おかわりしたいね。早速昨日買ったシャツを着ました。どっちに倒れなきゃいけない？え、自分一緒に倒れちゃうよ。せーの。はい、これの3番出口。はい、というわけでピクニックカフェにやってきました。1階が雑貨屋さんで、上がこのカフェスペースになってて、めちゃくちゃ広くて、しかもソウル駅から1駅で歩いて5分とかでこのカフェに来れるので、めちゃくちゃいいですね。すごい自然も感じもあって、アンティークな感じもあって、めっちゃ居心地がいい感じです。で、私はレモングラスティーにしました。とキャロットケーキを今から食べたいと思います。天気がいい、めっちゃ。はい、というわけで出国審査、インチョン空港ついて終わりまして、今は、搭乗するまで時間があと少しあるので、みんなでご飯を食べに来ております。なんかもうバタ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 免税店とかいろいろ結局見てたので、もう食べやすい、フォーとかかな、麺系を選びました。もうあと30分くらいとかで時間になると思うので、パパッと食べて気をつけて日本に帰りたいなと思います。はい。
パパと食べます。はい、というわけでご飯食べ終わりまして、もうね、あとは飛行機に乗るだけということで、はい、あっという間に2泊3日の旅が終わりました。無事に終わってよかったです初めてね、さきちゃんとみなみちゃんと一緒に旅行したんですけども、本当にいろいろ楽しくて、もう本当に2人にもね、いっぱいお世話になったので、もうめちゃくちゃ今回も助かりました。そして水木大先生にもいつもありがとうございます。助かりました。あともう1回ぐらいは今年韓国行けたらなぁなんて思っているんですけども、とりあえず無事にね、マユアートとかも、リタッチできたので良かったです。じゃあ、帰るまでが旅行なので、気をつけてお家に帰りたいと思います。じゃあまた、バイバーイ。Watching you just let my love go hit the ground. My heart was the only sound in my bedroom. In my head, you weren't gone. I found pieces that you left.